おい、バスケ男子代表、バスケ男子代表、ジャカルタで売春したバスケ男子代表4人、お前ら何やってんの？おい、おい、ジャカルタで何やってんの？お前ら、おい、お前らバスケットボールしに行ったんだろ、ジャカルタまで。お前何違う球でシュート決めてんの？おい、ダメだろそれ。しかもお前、ジャパンって書いたポロシャツかなんか着て、自分たちがバスケ日本代表っていうの分かる格好で歓楽街で遊んで、ジャカルタで売春したらって、日本の看板背負ってお前何やっとるんじゃ。おい、ジャカルタで売春したバスケ男子代表4人、お前ダメだそら。何やってんだお前。日本に帰って空港で謝罪したけど、謝ったって許されないぞお前ら。おい、分からん、お前らの気持ちはな、分からんでもない。まあやっぱバスケでいいプレーして試合勝って、まあちょっと浮かれた気持ちがあったんだろうな。ああ、まあ遊びたくなる気持ちもわからんでもない。ジャカルタにはそうだな、若くて可愛い女の子がたくさんいるだろうし、まあ遊びたくなる気持ちもわかる。だがな、ダメだそれは。お前らがな、そもそも売春はダメだし、もっと言うと仕事で行ってんだから、ダメだよそんなの。まあただこれからお前ら仕事もなくなるだろうし、バスケもおそらくできなくなるだろうと思う。だからな、柴田から提案がある。パチスを打たないか。おい、ジャカルタで売春をしたバスケ男子代表4人、柴田と一緒に番長3打ちに行かないか。柴田は検索した、パチスロでバスケットボールの台はないかっていろいろ調べたらしい。だが調べた結果はなかったらしい。唯一あったのは番長3、さっき岩尾とのバスケットボール対決だけ。まあ結局番長3しかないらしい。だからお前ら柴田と番長3を打て。幸い柴田の取引先にイーグルグループっていう会社があって、それはプロバスケットボールチームのスポンサーやってるらしくて話を通すらしい。だからおい、ジャカルタで買収した男子バスケ代表イーグルで柴田と番長3を打とう。お前らバスケって頑張ってたな。まあ対決中ベル引けるらしいから頑張ってベル引こうって柴田が言ってた。柴田頼っていいぞ、連絡待ってる、待ってるらしい。概要欄に載せとくんで見に行ってくれ。ついでに違う球も使って連絡待ってるらしいぞ柴田が。